我々の足。そうそう、時々匂いがするあの足のこと。足は直立して歩くときに体をサポートするためにあるので、骨と靭帯はかなり硬いですよね。しかし一部の人々は私たちの祖先を示すかもしれない柔らかい足を持っているんです。400人近くを対象にした調査によると13人に1人がそうだったんですって。霊長類は私たちが手を使うのと同じように足を使います。敏捷性があり木を登るんです。効率よく登るためには足が必要となります。200万年前の人間も足が柔らかい特徴があったんですよ。科学者たちはこの珍しい骨の構造を持つ人々を研究することは、古代の人間がどのように歩いたのか、そして柔らかい足が本当に登るのに必要なのかどうかを理解するのに役立つと確信しています。私たちの身長、体の形、肌の色は祖先が住んでいた場所によって異なるんです。しかし命がある限り新しい環境に適応することができます。例えば平野から山に移動すれば酸素不足を補うためにより多くの赤血球が生成されることになります。そして当然寒い場所からより暑くて日当たりの良い気候に移れば肌は順応するために色が濃くなります。2本以上腕があれば便利ですが、指が余分にあるだけでも助かると思いませんか。500人に1人はどちらかの手に6本の指を持って生まれるんですよ。ほとんどの場合、余分な指は役に立たないとみなされ取り除かれます。しかし調査によると6本の指を持っている人は片手で靴紐を結んだりビデオゲームを遊んだりするなど日常的なことが楽にできるそうです。皆さんには何本の指があります？2万5000人に1人は通常の2本ではなく3本の恥骨がある親指を持って生まれます。見た目がとても特別なんですよ。それが6本の指と組み合わさればさらにすごいことになると思いませんか。でもこれ珍しいことではないんです。これはそれほど不快感を与えず余分な恥骨がある親指を使用すればさらに物事を簡単に行うことができますからね。鼻を噛むなんてどうでしょうか。人は1万以上の匂いを区別できると長い間信じられてきました。少し前に行われた研究では人々が1兆以上の匂いを区別することができたことを証明しています。また私たちは匂いを最もよく覚えており遠い思い出を呼び起こすことさえできるんです。例えば子供の頃によくおじいちゃんが開催していたパーティーなどなど、プラスチック製品、ガラス、コインなどの小さな物体を誤って飲み込むと消化してしまう可能性があります。48時間以内に消化管を通り抜けるんですって。実は飛行機を丸ごと食べた男が存在するんですよ。何年もかかりましたが少しずつ何の問題もなく金属製の食事をしていたそうです。ここで着陸装置を渡すことについて冗談を言いたいところですが、それはスキップします。でもすごいですよね。全ての人には他人と混ざることのない独特の匂いがあります。これは動物が家族や仲間を見つけ区別できるメカニズムと全く同じなんです。それでも双子がいる場合はどちらの匂いもほとんど同じ。科学者たちは一卵性ソーセージの匂いは他人同士の匂いよりも10倍似ていることを発見。とはいえ残念ながら訓練された犬であれば簡単に区別できます。ほとんどの人の目には3種類の錐体があり、何百万もの色を見ることができます。女性は通常より多くの色合いが見えます。しかし時には違いが理解できないくらいさらに多くを見ることがあるんです。それは視力を100倍高める4番目の錐体のおかげ。この余分な錐体を持って生まれる女性の数は約 12% です。ただしほとんどの場合はあまり影響がなく実際に使用できる人はごくわずかなんだとか。10階建ての建物の屋根から落ち骨折はしなくてもいくつかの打撲傷や引っかき傷だけ残ったとしましょう。このような遺伝的異常が1994年に発見され、それは LRP5 遺伝子に関連しているんです。骨が通常の約8倍の密度になり基本的に壊れることがないんです。コネチカットにはこの突然変異を持った拡大家族がいて、20人全員が非常に緻密な骨を持っているんです。
この家族の血液サンプルの研究を行った科学者は、彼らが世界で最も強い骨格を持っていると述べています。多くの人はワレア語は強くて独立した性格の兆候だと考えていますが、実際には子宮内での発達中に下顎の骨や筋肉が完全に融合しない時に起きる遺伝子変異です。他の遺伝子変異と同じようにそれは遺伝性なんです。結局は親が原因なんですよ。しかしワレア語を持っているからといって必ずしもあなたの子孫もワレア語を持って生まれるわけではありません。子宮内の環境要因または他の遺伝子に影響を与える修飾遺伝子の存在がそれを防ぐことができるからです。世界には全く同じ頭脳は存在しません。脳の構造は発達して成長する時の条件によって異なるため、生物学的レベルで考えても私たち全員が個性的な何かを持っていることになるんです。そして指と同じように舌にも世界で他にない独特の柄があります。舌と舌を比較してみたくなりませんか？それほどすごくはありませんが、ダブルクラウンも珍しいです。クラウンというのは頭のてっぺんにある螺旋状の髪の毛のパッチのこと。滑らかにするのが最も難しい部分なので、髪の毛が短い場合は余計目立ちます。通常の人々は一つ持っていますが、二つ持っている不運な人もいるんです。これは平らにするのが2倍大変だということ。それでもダブルクラウンを持つことは逆に幸運または高い知性の兆候であると信じている人もいます。そういえば髪の毛が乱れた状態で起きたことはありませんか？この乱れた状態が永遠に続き何もできないことを想像してみてください。これ実は櫛で溶かせない毛髪症候群と呼ばれているんです。髪の毛は常にあらゆる方向に突き出ており、水やヘアジェルで治すことができません。虹彩移植症は目を2つの異なる色にします。例えば1つはヘーゼル色でもう1つは青色。それは体のメラニンのレベルと関係があります。肌、髪、そして目の色に影響を与える色素なんです。また片方の目の一部だけが色が違う場合など部分的な虹彩移植症もあります。人間ではあまり一般的ではありませんが、犬、特にハスキーがそのような目の色を持つのを見たことがある人も多いのでは。この品種は自然にこの状態になり、見た目がとてもかっこいいですよね。最も稀な遺伝的状態は黄金の血と呼ばれており、何百万人もの命を救うことができます。すでに知られているこの血液型の持ち主は世界に40人しかいません。 RH 式血液型の抗原がないので、血液型が非常に稀な人からでも血液を受け入れることができるのです。そして彼らの血は金色ではありませんが、間違いなく金以上の価値があると言えるでしょう。平らな場所で手のひらを上に向け、小指と親指をくっつけましょう。次に手首を見ます。皮膚の下で筋肉が緊張しているのがわかりますか？そうでない人でも心配はご無用。これあなたが長所筋を持っていない約 10% の人の中に含まれていることを意味します。科学者によると、長所筋は私たちの祖先がぶら下がったり握ったりする際に役立っていた筋肉のことです。しかし現代の人間は実際には使わないので、完全になくなるように進化し続けているのです。世界の約 0.5% から 1% の人の耳の横には明確な目的を果たさない余分な穴があります。危険ではありませんが、全く役に立ちません。それは先祖がエラを持っていたという単なる証です。推定によると、ルービックキューブを解くことができるのは世界人口の約 6% だけです。他のスキルと同じですが、私たちのほとんどはネットでチュートリアルビデオを見るか、誰かに助けてもらうかしてその方法を学びますよね。実際に自分で解ける人はごくわずか。あなたがその一人ならとても珍しいですよ。驚いて眉を上げることはよくあり、怪しいと思った時に眉を一つだけ上げることも珍しくありません。しかしそれは通常どの眉を上げるかによります。どちらの眉毛も上げられる人はとてもユニーク。眉毛は筋肉でコントロールされているので、どちらかを自由に上げるように鍛えることができますが、時間と筋肉を意識するようにする努力が必要となります。耳を動かすのも同じ。それができる人はほとんどいません。また両方ではなく
片方の耳だけを小刻みに動かすことができる人はさらに少ないでしょう。これは耳を使って周囲をコントロールしていた霊長類の祖先にまで遡る古代の特徴。そしてもちろんそれはほとんどの哺乳類にはまだ残されています。世界中のほとんどの人は右利き、左利きは少ないですよね。これは驚くべきことではありませんが、本当に注目するべきものは両手利きです。世界人口の約 1% だけが両手を同じようにうまく使うことができます。スプーンを持ったり、鼻をほじったり、ノートに文字を書いたり、どんなことでも問題なく行えます。とても便利だと思いませんか？